はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではゴッドスレイヤー、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、オープニングからゲームを始めまして、で、この風の谷の村でね、まあ、いろいろ話を聞いて回りまして、で、その後、賢者のゼブーにね、会いに行きまして、で、風車小屋の風車を回してこいというね、まあ、試練を与えられたので、風車小屋に行きまして、無事にね、風車を回してきまして、で、ゼブーからね、リフレッシュの術を授かりまして、で、風の谷の村に戻ってね、セーブをしたところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、風車小屋の隣の洞窟にね、先に行くための、まあ、不思議な玉があるということなので、その洞窟にね、行ってみたいと思うんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、ゴンゲンが今レベル5まで、上がっております。あとは装備品なんですけれども、なめし川の服と、甲羅の盾をね、まあ、買って装備してるという状況になっております。ではその洞窟に向かってみましょう。まあ、この辺の敵はだいたい一撃で倒せるようにはなりましたね。よいしょ。そしたら、ちょっと敵を倒しちゃいましょう。遠く行っちゃいましたね。この洞窟かな。この緑色のスライムみたいなやつは、毒をね、まあ、持ってるんで、まあ、なるべく接触はしたくないんですけれど、結構いっぱいいますよね。よ、外した。まあ、実は実況界のレベル上げはね、この洞窟で、まあ、やってたんですけれども、結構ね、途中で毒を食らって、まあ、町まで帰るのがね、まあ、大変だったんですけれど、よいしょ。この赤いやつもなんか毒を持ってますね。よいしょ。ん？外しましたね。この緑のトカゲみたいなやつはちょっと一撃では倒しきれませんね。よいしょ。こいつも結構強いですね。あ、この宝箱を守ってる感じかな。ワープシューズを手に入れました。まあ、これはいわゆる、キメラの翼ですね。ちょっと的確なね、例えが、わからなかったんですけれども、なんて言ったらいいんでしょうかね。街に帰れるアイテムって言った方が良かったのかな。まあいいでしょう。危な。なんかコウモリ飛んでますね。薬草。結構分かれ道が多い感じかな。ここは行き止まりですもんね。お、宝箱。風の玉を手に入れました。これですね。そしたら、風の玉を装備します。これで、3段階までパワーが貯められるようになったのかな。で、この色違いの壁が
壊せますね。あ、そうだ。この途中にもなんか壊せる壁ありましたよね。ここではないな。あ、ちょっと戻ってみましょうか。ここは宝箱があった場所だから、この奥かな。敵が近いですね。よよいしょ。こっちは？よいしょ。ん？宝箱。薬草。あら、近いですね。ホースを溜める隙もないですね。ここは？ん？あ、戻ってきた感じかな？よいしょ。コウモリ邪魔ですね。よいしょ。初のボス戦ですね。よいしょ。よし。飛びウサギの靴を手に入れました。まあ、ちょっと先に進む前に、あ、でもこれで戻ってきただけか。この下はこっから来たのか。なるほど。で、ここでボスを倒しました。あとは洞窟を出るだけかな。そしたら、ここかな？こんにちは。赤花。珍しいブロンズ像を手に入れたんだが、この町に来る途中、川向こうの草原に落としてしまったらしくてね。めったに手に入らない掘り出し物だったのにな。なるほど、かわいそうに。ここは旅人の町。あちこちから立ち寄る人で、にぎやく、ん？連、年中にぎやかな街だよ。なるほど。ちょっとカミカミですが、この草原のどこかに女の人ばかりで暮らす村があるって聞くけど、本当かしら？まあ、こういう話は大体本当ですね。道具屋さん。まあ、特に買うもんはないかな。なんか売ってます？カブトワニの服と、ブロンズの盾。じゃあ買っちゃいましょうか。うん、これでいいかな。そしたらまあ装備しちゃいます。捨てません。宿屋さん、まあちょっと一泊しますかね。東の方へ行くと迷いの森だ。植物が猛毒ガスを吐いている恐ろしいところだ。なるほど。あの迷いの森の奥に多くの村がある。でも多くは人間の言葉が話せないから行っても無駄じゃよ。あ、そうですか。
ここは引き取り屋さんですね。まあ、服。それから盾。いっちゃいましょう。おい、楽して金を儲ける話があるんだよ。まったく地道に働くなんてバカバカしいぜ。それじゃ行ってくるぜ。まあ、こういう人は大体ピンチになる感じですよね。サブレ山で偶然見つけた石がものすごい値段で売れたという話をしたんだよ。そしたら目の色を変えちまって。なるほど、まあ、危険な目に遭わないといいですけどね。いらっしゃいませ、一杯どうぞ。まあ、ここはバーみたいですね。この町の北の方にはトーネルという賢者がお弟子さんと住んでるよ。なるほど、トーネルという人が北にいますと。このゲーム、人に近づくと自動的でね、会話になっちゃうんで、ちょっとね、入り口付近で人がね、うろうろしちゃうと出らんなくなっちゃうんですけれど、サブレ山には2つの登山ルートがあるの。1つは西、もう1つは北よ。でもあそこは道が入り組んでいてとても危険よ。なるほど。そしたらこの旅人の村でしたっけ。まあ、ここの人の話はだいたい聞けましたので、そしたらこの赤鼻のブロンズ像を探しに行っちゃいましょう。ちょっとパワー貯めた方がいいかな。そしたらまずは北に向かっちゃいましょう。ここは毒ですね。ちょっと毒の沼は入れないので、なるべくお金を外に落としてほしいんですが、いっちゃえ。誰かいますね。こんにちは。ストム。旅人の町は洞窟のすぐ南にありますよ。トーネル様ですか？今、修行に出られています。日を改めて来てください。なるほど。回復してくれたのかな？で、トーネルは留守でしたね。そしたら、この橋を渡ります。で、この辺かな？あったあった。赤鼻の像を手に入れました。よし。お、新しい敵がいますね。あ、この敵は、多分この剣だと効かない感じかな。このゲームね、敵によって属性がありますので、今持ってる武器だとね、ちょっと倒せないということがありますね。あ、でもそれか単純にレベルが足りないのかな。あ、でもカキーンって弾かれたっていうことは属性が違う感じかな。じゃあ銅像を探してきましたよ。あれ、そっか、装備しないとダメか。これかな。赤鼻の像を渡しました。お、俺のブロンズ像じゃないか。わざわざどうもありがとう。あんた迷いの森へ行くのかい？はい。じゃあこのガスマスクを使いな。出ないと毒ガスにやられちまうぜ。じゃあな、またどこかで会おうぜ。ガスマスクを手に入れました。どっか行っちゃいましたね。そしたらガスマスク一応装備しときますか。体力は満タンかな。まあ一応一泊しますかね。そしたら今回はこの旅人の町でね、セーブをして終了したいと思います。ここにセーブをします。これで OK でしょう。
はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。